波が穏やかに打ち寄せる大銀杏の青戸の入り江。この奥に見える大島半島の中央に清雲寺があります。ここには鎌倉時代に作られた三尊一具の像があります。中央にあるのが毘沙門天龍像、両脇には吉祥天龍像と善西道寺龍像がいます。これら3体は父親、母親、子供が揃った家族の像。家族が協力し合って災い事を収めてほしいと作られました。全国でも3箇所にしかないとても珍しいものです。よく見ると3体の表情が違っています。父親の毘沙門天龍像は悠々とした力強い姿、母親の吉祥天龍像は優しく穏やかな面持ち、子供の善西道寺龍像はあどけなさが残る無邪気な顔。どの龍像も同じ彫刻家によって作られたと言われていることから、家族それぞれの性格を表情を変えて表しているのです。世の中を支えているのは家族だという思いが込められています。家族の集まりが社会になるわけですから、これから科学や医学が進歩してもやはり私たちは心の拠り所を求めて生きていくことになると思いますので、私たちの宝ですから、先人が守ってきたこの仏像三窟を私たちも大事に守っていきたいと。家族みんなで穏やかな暮らしをと、800年の時を超えた今も見守り続けています。